世界重要農業遺産システムとは、伝統的な農業や林業、漁業と農林漁業によって育まれ、維持されてきた土地利用、技術、文化風習などを一体的に認定し、次世代への継承を図る目的に2002年に国連食糧農業機関が創設した。そして、それを取り巻く、生物多様性の保全を目的に、世界的に重要な地域を認定するもので、 持続可能な農業の実践地域となる。世界重要農業資産システムとも訳され、通称世界農業遺産。2002年に国連食料農業機関により開始された。ジャイアズ・イニシアティブによる認定サイトは2020年時点で北米とオセアニアを除く22カ国、合計で62サイトとなる。FAO は、 食料危機を見据え農業の大規模化を推進し、緑の革命の考え方を受け品種改良や肥料を大量に用いることでの生産性、収穫量の向上を是としてきた。その結果、一部の地域では、環境破壊や企業参入による農業の工業化とか戦といった問題が生じてしまった。その反省を踏まえ、農業の原点を再確認し、 農業就労者の減少と高齢化という問題も、交えて考えていこうという取り組みが、農業遺産の基本的姿勢である。地域別、国名アルファベット順、登録年次順アラブアフリカラテニアメリカアジア、ヨーロッパ農業遺産の認定手続きは、初期段階においては、年1回の FAO 年次総会に合わせて行われ、その後専属のジャイアーズ会議を開催するようになったが、 名文化された書式がなく、慣例的に行われてきた。そこで2016年に科学審査委員会を設置し、ジャイアズ認定手続きに関する指針を策定した。同委員会は FAO における各地域区分から選出された7名の委員で構成され、認定審査も担当する。原則として、認定審査は年1回のジャイアズ会議においてで、 2017年は11月23から25日に行われたが、日本の大崎高度は12月12日に、静岡のわさび栽培と阿波の傾斜地農工は2018年3月9日に、追加認定が行われるなど変則的な対応も、見られる。農業遺産は単一の伝統農業の保護から、地域全体における一次産業の相互保管による、 文化形成権へと推移しつつある。例えば、能登の里山里海では、棚田農業だけではなく、天日で稲穂を乾かすざぼし、炭焼きや、湿気の輪島塗りを支える漆栽培と漆かきなどの、林業、揚げ浜式製塩法、雨漁、稲町やぐら漁など、能登半島全域における山と海の恵みを生かした一時産業を対象としている。なお、 能登の里山里会は2011年に認定されたが、2年後に、放達清水町が追加認定されており、制度的に認定範囲の拡張が可能であることが確認された。世界遺産は不動産有経済構築物を対象と、資源性保護が目的であるのに対し、農業遺産は伝統的な農業手法の伝承とそれを行う、農地や周辺環境の保護も、 目的とし、農業遺産認定ブランドとして、産物を売り出す遺産の商品化も認めている。一例を挙げると、世界遺産のフィリピンコルディリエーラの棚田群は、登録範囲がバナウェイを中心とした約200平方キロメートルの依存状態が良好な、限られた箇所に絞られているのに対し、農業遺産のイフガオの棚田は、イフガオ族が暮らし、 パヨと呼ばれる棚田があるイフガオ州11市175村にまたがる約680平方キロメートルと世界遺産の3倍以上の広さになる特に世界遺産では文化的景観という概念が適用されていることから農作業における機械化や農薬の使用なども制限され維持管理が難しいが農業遺産では農民の生活向上も図るためカッコへの 電力供給なども推奨しており、景観を阻害する恐れがある。また、世界遺産では、棚田の景観を重視するが、農業遺産では、棚田周辺で行われる焼き畑農地なども含んでいる。農業遺産は、生産地の観光地化が目的ではないものの、登録地の宣伝効果と、農業遺産の知名度の向上に伴い、観光客が増える傾向にある。 その影響により、工作地への立ち入りやプライバシー侵害が浮上しつつ、ある。農業遺産ブランドが浸透することで、海外で海賊版のような無断商標使用、あるいは日本地名産地儀送品の流通に拍車がかかった。これまで日本には地理的表示保証制度がなかったため、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の改正と、 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律制定により2015年6月1日より GI マークの導入を始めたが国外での取り締まりは困難である農業遺産は効率工場のため工業化を認め農家の生活向上を目指し副産物の政作も奨励しており日本の6次産業化を注視しているが中国においては 加工工場への就労から、ルイスの転換点を迎える、本末転倒な事態も発生している。農業イコールエコというイメージ、風潮があるが、生物多様性の観点からすると、人為的に単一作物を栽培することは連作障害などを招き環境負荷、環境破壊とも言える。循環型とされる焼き畑農業も、インドネシアスマトラ島の野焼きがシンガポールに、 深刻な塩害を与えている。また、アフリカなど途上国の農業においては、プランテーション化による搾取や、自動労働の問題も潜んでいる。タバコのアメリカンスピリットの宣伝文句に、タバコは農業とあり、キューバのビニャーレス渓谷でのタバコ栽培地が世界遺産になっているが、社会悪となったタバコの栽培に対する批判は免れない。FAO は、 WFP やユネップそしてユネスコなどと農業遺産を中心に農業、環境、食について連携を深めており民間運動との相互保完も視野に入れている。一例として公的なものとしては創造都市ネットワークの食部門、民間ではスローシティ運動や世界で最も美しい村運動、新土富士運動などが挙げられる。また農林水産省は 独自に日本農業遺産制度を創設。中国では重要農業文化遺産、韓国でも国家農業業遺産を国内政策として推進している。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。